おはよう。おはようございます。彼女は高島しぐれ先輩、容姿端麗で学園会長、おまけにスポーツ万能で水泳部のエースなんだけど、な。やっぱり昨日のあれは現実。僕誰にも言いませんから。本当に？近っ。本当です、絶対に。いやメロディ最高。こうでもしないと私が信用できないんだよね。黙っててくれるんならギブアンドテイクってことで。ちなみに今のは私のファーストキスね。え？ねえ、今更になっちゃったけど、君名前は？北小松です。なんかさ、みんなの期待に応えるのってすごくプレッシャーなわけなの。ずっといい子してるともう一人の私が言うのよ。でもよかった、見られたのが北小松くんで。また明日ね。え、それから僕と先輩のエッチな関係は始まった。水泳の大会、スピーチコンテスト、学祭の準備、各部予算会議、各種資料作成、ボランティア学習、なんなのこの尋常じゃない忙しさは。もう一つエッチしてない？したい、したい、したい、したい。思わず来てしまった。思い出の教室。先輩と一言も話してない。視線すら合わない。もちろんエッチもない。もうおしまい！そうなんですね！この机、ここで先輩がオナニーを。先輩！先輩！もう。おとなしくしなさい。さて、じゃあ次はデザートといきますか。でも満足って。別腹別腹。ラメラメ言わない。